第4章呼吸法のまとめ呼吸法は非常に大切ですこれから先気候法ヨーガリラクゼーションイメージトレーニング瞑想法メディテーションなどをがんを治癒させる有用な方法として解説していきますがいずれも呼吸法に習熟していないとほとんど効果はありませんすべての健康法そしてがんの治療法の最初の入り口であると 思ってください1日に最低30分はこの調和道断電呼吸法を実行してくださいイメージトレーニングや瞑想法などの高級な業法ほどしっかり呼吸法をマスターしていないと効果を上げることはできません高度な業法に早く到達したければ急がば回れで基礎の呼吸法をしっかり行うことが近道となります 呼吸法がすべての基礎にあることを忘れないようにしてください。とにかく怠らず毎日続けることがコツです。継続は力なりです。そして毎日の継続こそが病気治ゆえの道なのです。